旧宝寺は、大阪府八尾市内の一地域。八尾市の西側に位置し、大まかには、近鉄大阪線と、JR 山和寺線、府道大阪中央環状線と長瀬川に囲まれた地域である。新住所表記では、旧宝寺、神武町の一部、東、旧宝寺の一部、北旧宝寺、西旧宝寺、南、旧宝寺、渋川町の一部に該当する。 ここでは、八尾市に合併される前の旧旧法寺村の地域について記述する。古代、アスカ時代に、聖徳大子がこの地に旧法寺を創建したことが、名称の由来となっている。しかし、どこに建てられ、いつごろ廃れたかは、はっきりしない。立領政制定以降は、河内国支部川郡に属する。中世、鎌倉時代になると、地願ガ寺が創建される。室町時代には、 安井氏の領地となる、戦国時代に、本願寺、第八世蓮女がこの地で、布教活動を始め、西正寺を創建し、周囲に官護を巡らせて、官護集落、寺内町が形成された。石山合戦時には、安井氏は、織田信長方についたため寺内町の一向宗派と対立し、当時の支配者であった、安井和江兄弟は攻め殺されたが、 石山本願寺が攻め落とされたため一向胸も弱体化してしまった。その後安井氏は豊富市、徳川市に組みして領地を安堵されている。江戸時代初期に浄土新州の東西分裂が表面化するのと前後して旧法寺でも安井氏と一部住民が対立し森本育地から17人衆が地ネガ寺と共に旧法寺川島の荒地へ移住した。移住先は 八王子内町となり、現在の八王子の中心となっている、旧法寺寺寺内町を中心とする地域であり、古い民家や商家が多い。一部は、比較的規模の大きな工業地や緑地公園となっている。地域の東側から北い長瀬川が流れる。かつての旧法寺川であり、山和川付け替え後に、伊じ川密みとなった長瀬川の沿岸部は県庄寺、新田及び三戸村新田だった地域である。 道路東西を、八尾街道、北へは、北八尾街道、南へは、木の本、藤寺へ至る街道が通っている。鉄道域内には、鉄道は通っていないが、少し離れて、北側を東西に、近鉄大阪線が、南側を、JR 関西本線が通っている。最寄り駅はそれぞれ、旧法寺口駅、旧法寺駅、旧法寺、編集寺内町を区画した。 漢護跡都堅寺を中心として発展した寺内町。平野から八王を抜けて、市議山や奈良方面へ至る街道の中継地点に当たり、かつては在京町として賑わった寺内町の起こりは、戦国時代に蓮女が西商寺を創建したことに始まる。それ以前はこの地の土豪で、畑山市を外する安井氏が、屋敷地に看護を巡らせて支配していた。文明2年に、 煉女がこの地で本格的に布教活動を始めたが、当初はジネガイ寺を拠点としていた。文明11年に西商寺を創建した。安井氏も創建に協力し、看護を二重にして防御を厳重にするなど、寺内町の様相となり、戦国時代における一行胸の拠点の一つとなった。戦国時代から江戸時代にかけて多くの門徒衆や商人が集まり、 地域の中心としてにぎわった。かつて周囲に張り巡らされた観光宿いは、現在も一部に名残を留めている。五番目上の町割はほぼ当時の状態を留めており、域内の道は一方通行が多かったり入り組んだりしており、土地勘がないと迷いやすい。主要道路は東西に7本、南北に6本で構成され、東西の道路は北から大手町通り、米屋町通り、馬追い町通り、 表町通り、中の町通り、地願街寺通りと呼ばれた。このうち表町通りが、かつての八尾街道の道筋にあたる、旧宝寺五坊検証寺、旧宝寺四から四から三通称、旧宝寺五坊。最初、西章寺として、文明十一年に創建され、後に検証寺と事号を改めた。詳細は、検証寺を参照、旧宝寺寺内町に関する郷土、資料館。 2000年に開館、畠山光月の長子、渋川光貞の居城であったと伝えられている。光貞の着子の光つの時代に安いと改正し、定住の時代に織田信長に仕えたが、石山合戦の時に、県女が率いる本願寺の総兵に攻められ城は陥落した。城氏は寺内町の北西あたりにあったとされ、正寺城土井の地名として残っていた。今日朝神社。 演技式新名帳に記載されている渋川軍の式内社、総建年は不明であるが、付近に都来系のものが多く住みつき、後に祖神を祀ったとされる。祭神は、須佐能の命、今日朝大宮など。現在の本殿は昭和46年に再建され、コンクリート製である西九宝寺、編集大阪府が運営、管理する緑地公園、詳細は九宝寺緑地を、 参照北九法寺、東九法寺、編集九法寺出張所、九法寺コミュニティセンター北九法寺2-1-1、人務長、南九法寺、渋川町、編集、ありがとうございます。